第2代ブリットポート男爵の写真。カミリー・ユシルビー撮影。1862年。第2代ブリットポート男爵、サミュエル・フットは、イギリスの政治家、アイルランド貴族。トーリー島所属。第2代、フット子者クヘンリー・フットとジェーンウェーラーの次男として、1788年12月7日に、生まれた。1805年10月10日に、 ケンブリッジ大学トリニティカレッジに入学1809年に MA の学位を習得した。また、1806年12月20日にリンカーン放送院に入学している。1812年イギリス総選挙でヘイツベリー選挙区から出馬して当選した。トーリー党所属であり、1813年にはカトリック解放について反対票を投じた。 1814年5月3日に、祖父の弟にあたる初代ブリッドポート子爵アレクサンダー・フットが死去すると、爵位の特別残余権に基づき、アイルランド貴族であるブリッドポート団爵位を継承した。爵位継承を境に、議会への興味を完全に失ったようであり、以降は投票と演説の記録がなく、1818 18年、イギリス総選挙にも出馬せず、議員を退任した。 1868年1月6日にクリケットセントトマスで死去、同地で埋葬された。息子、アレクサンダー・ネルソンが借位を継承した。1810年7月3日、シャーロット・メアリー・ネルソンと結婚、二男五女を設けた。ありがとうございます。